サウンドジュリアです。今回はですね、JBL のネットワークをお預かりして、いろいろごちゃごちゃ調べ物をしましたので、その動画を、撮っております。対象になるネットワークはですね、こちらに今映っております LX5N7000 のネットワークなんですが、お客様が言われるには、メンテナンスしたネットワークなんですが、これをつけて、音を聞くと、ちょっと広域がキャインキャインするというか、なんかおかしいんで、一度調べてほしいということで、持ち込まれました。幸いなことに LX5 とですね、N7000 は店にありますので、それと比べてみたいと思います。まず、このケースの横見ると、ビスが変わったりとかですね、この N7000 の方の裏蓋のところも、ハトメが取り外されて、ネジ止めされてますので中は開けたなという感じなんで、両方とも中を見たいと思います。まず LX5 の片側を、開けてみますと、中に入っているそのコンデンサー、なんかあの紙が巻いてあって白い、詰め物がしてある4つですね、こちらは純正品ですね。それで蓋の方についている抵抗も、これもオリジナルがついてますね。もう1個の方も開けてみました。はい、こちらも同じで、両方ともですね、コイルの、固定がちょっとやりかえてあるぐらいで、見た目は純正品がついてて、現代のですねフィルムコンデンサーとかには変えてませんので、オリジナルのパーツと。そして N7000 の方も開けてみました。こちらもですね、コイルの固定がちょっと変わってるだけで、純正品の、コンデンサーとかが、ついてますね。はい、もう片側は開けてみました。こちらも同じで、中のパーツはオリジナルと。そしていろいろ見るとですね、入力ターミナルとか出力ターミナルの止めてあるそのビスが、ちょっとこちらのステンレスのビスみたいなのに変わっているところが違うと。普通ですと鉄のビスで止まってて、だいたいその酸化皮膜で白くなっててっていうところなので、メンテナンスの時に、磨くのめんどくさいから新品のネジっていうことで変えたと思うんですが、これで大きく音が変わるんだろうかっていうところですよね。で、当店が使ってるそのネットワークと、波形が違うのかとかですね、レベルが違って出てくるのかっていうのを、調べてみました。オシロと発信機で、簡単に調べたところの、動画 N7000 の075につなぐ方だけ、全部テストしたんですが、そちらだけちょっと撮ってみましたので見てください。今ですね、 N7000 ネットワークを、オシロスコープにつなぎまして、周波数発信機から、入力信号を入れて、どのような波形が出て、レベル差があるのかを見てみたいと思います。こちらの黄色い方が、今回対象になる、触られていたネットワークで、こちらの青い方が当店の全く何も触ってないオリジナルのネットワークになります。まず 7000Hz で、入力してみます。はい。ちょうど見やすいように、保安紙の、2個分の大きさの波形で入力します。これで下げていきますと、はい、5000Hz ぐらいでもう消失してきますので、周波数を上げてみます。これで、1万ですね。これ 10kHz となっています。 100kHz まで入れてみます。1万5000、2万、3万ヘルツ、4万、5万、6万。これを見るとですね、1万ヘルツぐらいでもなだらかにちょっと減衰しているのがわかりますね。1万ヘルツでちょっと位置をですね、かぶせてみて、どれぐらいズレがあるのかを見てみたいと思います。
とあってね、他の位置が若干ずれてます。これでほぼ同じですね。スケールをちょっと大きくしてみましょう。はい、1万から1000、2000、3000、4000、1万5000、6000、7000、8000、9000、2万Hz、 2万5000、3万、4万、5万 Hz。6万 Hz。まあこんなに入れても反応しませんので、今度下げてみますね。7000ですね。6500、6000。この辺でしょう、質と。波形ほとんど被ってますので、問題は、ないと思います。もう一台やってみたいと思います。少しですね、アッテネーターのつまみの取り付け位置がずれてますので、同じところに持っていくと、ちょっとこう、対象機器の方が大きく出ますので、これは後で直したいと思います。はい、もう一台同じことをやって確認したいと思います。はい、今 N7000 のハイフレケンシー側だけだったんですが、ローフレケンシー側もですね、同じように見てみたんですが、まあローフレケンシーの方はアテネータとかないんで差がないと。そしてもう一台の方も同じように確認したんですが、まあ、アテネータの取り付け位置が同じようにちょっと高めになってたので、それだけが違うっていう感じですね。そして LX5 の方も確認したんですが、まあ、こちらもですね、ほとんど差がないと。で、まあアテネタついてますけど、それ3つレンジついてるんですが、そちらも切り替えて試しましたが、まあ、差がないと。で、違うのはどこかっていうと、やっぱりこのビスだけなんですよね。で、N7000 をまあレベルをきっちり合わせて、そしてまあ店にあるハーツフィールドにつなげてですね、音源としてはロリンズのサキソフォンコロサスのモノラル音源で、まあ2本鳴らしまして、バランスコントロールで右と左でこう切り替えて聞いてみたんですが、やはりですね、レベルがまあ同じにしても、この今回持ち込まれたネットワークの方がなんとなくこうチンチンするというか、シャクシャクしてるんですよね。まあ音の大きさは全然変わらないんですが、質感が違うっていうところなんですよね。で、まあ周波数特性測ったって変わらないと思うんで、まあ、やりませんけど、まあ、違うのはこのビスだけと。で、このビスをですね、まあ酸化皮膜ができるJBL純正の同じものはないので、ちょっとネジ屋さんに行って鉄ビスの一緒の素材のやつを買ってですね、付け直したらほとんど分からなくなるのかどうかっていうところだと思うんですよね。で、音がですね、まあそれを付け替えても、まあ、今のままでしたら、まあ、ネットワークの使ってる部品とかですね、そういうのの何て言うんですか、個体差っていう話になるんですが、これで本当に同じように聞こえるっていうことになればですね、このビスの、違いで音が変わるっていうことになるので、まあ、今度ですね、ネジ屋さんに行ってこの同じインチネジを購入して付け替えて視聴してみたいと思います。まあ、これで音が戻ればですね、人間の耳の感度って、まあ、すごいなっていう話なんですが、まあ、今日は以上です。